こんにちは、矢川です。今日はですね、ちょっと Vlog 形式で、動画撮ろうかなと思ってるんですが、このベサマウントを使って机の周りをちょっとスッキリしたいと思います。いやー、もうなんすかね、この、ワークフロムホームの影響で、まあ出かけられない代わりに、まあ夏のちょっと作業場としてこの和室をですね、仕事できるようにいろいろ机作ったりとかですね、改装してたんですけど、どんどん物が増えて便利にはなってるんですけど、ちょっともう後に戻れないようなところまで来ちゃってるんですが、こういうなんかね、三脚を立てたりとか、あの照明のスタンドとかが立っちゃうと、あの地面もだいぶ使うので、ちょっと煩雑になってくるんですよね。これをちょっと今日解決したいなと思ってます。はい、というわけでちょっとですね、今日扱うのがこの、モニターアームですね。ディスプレイを、浮かせるために使うアームみたいなやつなんですけど、Amazon のタイムセールで安かったので、ちょっとあんまり何も考えずに買ってしまってですね、まあ今ちょっとさっき映した和室じゃなくて、書斎ですね、そっちで将来的に使おうかなと思って買ったんですが、ちょっととりあえず組み立ててみて、これまあ今の小さいデスクでも、あの下にスタンドを置かないためにいろいろくっつけて使えるんじゃないかというところで思いついてしまったので、これから実験です。で、これはですね、一応ある程度パーツ全部組み立てたところなんですけど、まあ、後でこれ買ったやつ、リンクを概要欄に貼っときますけど、まあ、組み立て方はマニュアル見ればわかると思うんで、ヒュアヌオ、まあ、中国のよくわからんメーカーだと思うんですけど、買った時にタイムセールで2000ちょっとぐらい、まあ定価でも2000円、2900円とか3000以内で、まあ軽めのディスプレイが2台付くやつだと思うんで、まあかなり安いと思いますけど、まあ組み立ててみたらそれなりに剛性あるんで、まあ大丈夫じゃないかなと思います。で、今はですね、ちょっとモビリティを最優先して、あの外部モニターをですね、あえて使わないようにしてるんで、まあモニターアーム自体そもそもいらなかったりするんですけど、そうですね、ちょっとこの照明は高さがいるんで代用不可能としても、この手元にあるマイクスタンドとかですね、この三脚ですね、この辺が地面の場所を食うので、これがアームで浮かせるといいんじゃないかという気がしますよね。ただこれ、机のですね、裏面なんですけど、ちょっと補強のために板を裏面に貼っちゃったので、ここにちょっとアーム挟むところが多分入んないですよね。まあここじゃないとダメなんであれば穴開けちゃえばいいんですけど、まあマイク手前にあるっていうのを考えると、脇ですかね、この横は一応開いてるんで、横にこう挟んで立ち上げるという感じはどうなんだろうな。まあ、とりあえずやってみますか。あんまり選択肢がなくて横にくっつけたんですけど、結局1個のアームがこの、Mac の裏側まで届いて、でもう片方が、デスクの手前まで来てるんで、多分これ、まあ、マイクの位置ぐらいまで、届くんじゃないかと思うんで、まあモニターでもいいし、ここにカメラをマウントして、ここに、マイクマウントできれば、なんか普通に代用できちゃいそうな気がしますね。で、まあ、このディスプレイのマウントなんですけど、まあ、定番のベサマウントですね。で、一応ですね、内側に小さい、7.5 センチ、75ミリの、
穴と、まあ、一番一般的な10センチの、マウント用の穴が開いているので、まあ、両方対応しています。で、ここの、穴にですね、もちろんディスプレイもつながるんですけど、まあ、ここにあの、いわゆる三脚ネジですね、小ネジとかが言いますけど、4分の1インチの、ネジが入れば普通にカメラでもスタンドでも入るんじゃないかな。さあ、ここでちょっとネジのお勉強なんですけど、カメラをですね、マウントするための三脚穴ですね、三脚ネジなんですけど、まあ、ちゃんとあの規格になっていまして、まあ、小ネジとかって、呼ばれる、4分の1インチのサイズになってます。まあ、こういう、三脚のこの部分ですね。で、このサイズに、合ったものを買えば、普通にですね、ホームセンターとかで買える、こういう、まあ、ボルトみたいなネジでも、三脚穴が入るんですけど、まあ、規格を間違えないようにですね、4分の1インチで、UNC、ユニファイという規格のものが、三脚用になりますので、そこを間違えないようにしてください。で、意外とですね、種類売ってないんですね、ホームセンター。で、唯一見つけたのが、こういうやつ。4分の1ですね。で、16っていうのは長さですね。16ミリの長さ。まあ、あんまり穴の深さ決まってるんで、そんなに長くてもしょうがないということで、4分の1のものを見つけたんですけど、この W っていうのがですね、ウィットって言って、ちょっとこのネジのですね、山ですね。ギザギザしてる山の角度が、実はですね、この三脚の専用のこういうやつのものより、ユニファイの本来のものよりもちょっと浅いらしいので、山の間隔は合っててですね、これ、山が、ピッチ20って書いてありますけど、この山の、間隔は合ってるんですけど、ちょっと、この角度が浅いので、締まりが悪いかもしれないですけど、一応まあ合うので、まあとりあえずこれでやろうと思います。本当にがっしり留めたい場合は、本当はこの W がついてない、まあ4分の1インチで、ユニファイのもの、UNC のものを、買いたいんですけど、ホームセンターとかでも意外と手に入らないんで、まあネットで探して見つかるかどうかっていう感じだと思います。で、これをですね、さっきの、ベサマウントの穴に通して、こういう、まあ、簡単な自由運台を、くっつけられればと思ってますが、家にあったですね、まあ、簡単な、こういうボールマウントあったんですけど、先っぽがですね、これ回してくっつけるタイプだと、ベサマウント、まあ、このモニターアームが固定されちゃってるんで、カメラ側を回さなきゃいけなかったりとか、この支柱回すってっていうのもちょっとやりづらいので、まあ多分つけたり、取ったりめんどくさくなっちゃうだろうなと思ったので、こっちですね、自由運台なんだけど、先っぽがちゃんと交換式クイックシューついてるやつ、まあ、こういうタイプの方が使いやすいんじゃないかと思います。で、なるべく安いのが良かったんで、適当に Amazon で検索してきて、出たやつですね、ベルボンの、やつが2000円ぐらいで買えたんで、まあ、あのこういうクイックシューのシステムだけを安く売ってたりもするんで、その方が安上がりかもしれないですけど、まあ自由運台込みだとこれが一番安くて、まあベルボンなんで割としっかりしているだろうということで買いました。まあこれでちょっと、カメラマウントしてみます。で、もう一個ですね。はい。マイクをマウントするときに、こっちはですね、まあピント合わないね。今これ。さっきまでカメラをくっつけてた、スタンドですけど、このネジはですね、8分の3という規格、8分の3インチですね。もうちょっと太い規格で、まあこういうあのマイクスタンドとか、カメラの三脚でも割と丈夫そうなやつはこっちの規格使ってたりするんですけど、まあ、カメラ業界では大ネジって呼んだりしますけど、まあこれだと、おそらくベサマウントの穴入らないので、よくですねこういう、こっちの穴はマイクの穴なんですけど、こっちは、
小ネジの4分の1インチのサイズに変換するアダプターとか売ってますので、これでマイクのスタンドを変換して4分の1でこれもベサマウントにくっつけられればいいかなと思ってます。まあ、ネジの規格ね、すぐ忘れちゃうんですけど、まあ、カメラ使う人は三脚穴のサイズ4分の1インチ、UNC っていうのが標準なので、それはちょっと覚えておいたらいいかと思います。で、まあ、ホームセンターでサイズの合う、ネジが見つかればいろいろ使えると思うんで、この辺はいいですね。はい、どうすかね。なんかかなりしっかりくっつきました。で、ベサマウントがまあ穴横に向いてるんで、当然この運台的にはいきなりこの横向きに上向きにこうニョキッと生やす感じになるんですけど、まあそれでもこのボールヘッドちゃんと効いてるんで、固く締めれば効いてるんで、まあ大丈夫そうです。で、このベサマウント、まあ四角形が基本なんですけど、角度調整のためにぐるっと回せるようになってるんで、まあ、ちょっと高さを出すために斜めなんかひし形な感じで、ぐるっと45度回して、高いところに、くっつけてみました。これ良さそうですよね。実際にカメラもくっつけてみました。まあ全然いいですね。まあ、ちょっと撮影対象と近くなっちゃうんで、僕がいつも使ってるマイクロフォーサーズの、規格的にはかなりの広角レンズじゃないとオッサン度が高すぎて使えないと思うんですけど、まあ、今ちょっとつけてるレンズはラオアの 7.5mm なんで、まあ、十分広角に撮れそうですし、まあ、しっかりマウントできてますし、まあ、もちろん足が、机に固定されてるんで三脚1個なくなりましたね。これはいいと思います。さあ次、マイク。マイクもですね、あっさりくっつきましたね。さっきネジの説明しましたけど、ここにマイクのこの、スタンドをですねくっつけるための、まあ、4分の1インチの、規格に変換するためのアダプターは入ってますけど、普通にその、4分の1の、UNC ネジで、止められました。で、まあここのアームとかね、単純に六角レンチで、締めたり緩めたりして、硬さとか角度を変えるので、まあ、その辺はしょっちゅう変えるにはこう手で回せるようにはなってないんで不便かもしれないですけど、まあ、ある程度調整しとけば、いいですし、ちょうどこのね、アームのスタンドをですね、脇にテーブルの脇にやっとくと、ちゃんと口元までマイク届くので、いわゆるマイクのブームスタンドみたいな、感じになってますね。まあ、ちょっと先頭がですね、このベサマウントなんで、繋がってないこの辺の、部分がちょっと邪魔ですけど、うん、ちゃんとくっついてますね。まあ、これで、1個のこのアームから、カメラをマウントして、マイクマウントしてまで来れてるんで、かなりすっきりして、まあテーブルの上何も、置いてないんで、いいですね。あ、そうそう、ちゃんとモニターアーム考えられてて、HDMI とかを流すためのこういうねケーブルを、受けてくれる台とかも本体にくっつけてたりするんで、このマイクの、ね、ケーブルを通したりもできますね。これはいいですね。まあちょっと先頭がいまいち、スマートじゃないですけど、十分だと思います。というわけで、いろいろちょっと試行錯誤してですね、一応まあ完成かなというところまで、持ってこれましたので、実物を見せたいと思うんですが、一応今 ATEM に繋いでますので切り替えます。せーの、はい、こんな感じです。
さっきまではですね、手前ですね、僕の机の、向かって左手側に、まあ、とりあえず近いところにアーム立てたんですけど、こっちがですね、部屋の、まあ、ドアとかがあって動線になるので、こっちにちょっと、圧迫感のあるものを立てると、ちょっと嫌だなと思ったので、反対側ですね、こっちの窓側の、テーブルの端っこに、アームの設置位置を変えました。まあ、左右変えただけなんで、特に距離とか問題なかったんですけど、片側の、まあ、アーム、1台で、2本伸びてるタイプになりますので、1個が PC の奥から、この撮るカメラですね。切り替えますか。このカメラですね。で、もう1個が手前に伸びて、この口元のマイクになるというレイアウトを、一応机にくっつける状態で実現できましたので、まあ、三脚とか、地面につく、機材が必要なくなって、まあ、ちょっと部屋がすっきりしたかなという感じですね。で、ベサマウントなんですけど、結構ね、ネジで取り付けられてたりするので、まあ、外しちゃえばアームも軽くできたりとかですね、さっきはですね、このベサマウントに、マイクをくっつけてたんですけど、まあこれちょっと邪魔で穴1個しか使わないので、このプレートをですね、ここから外してしまって、まあ、プレートにあるネジをうまく使って、このマイクの穴をつなぐというふうにして、ちょっとだけスッキリできましたと。で、あとはですね、角度を変えたりとか、まあ設定いろいろちょっといじる場合はですね、ホームセンターでこういう金属のプレートね、こういうのも手に入りますので、まあ、これを、この台座にくっつけて、まあ、L 字型に曲げてればこっち側に、マイクとか三脚なんだ通すとかですね、いろいろ工夫もできると思うので、結構自由度の高いマウントの仕方ができるんじゃないかと思います。で、まあ、冒頭に見せたですね、ネジですね、ホームセンターで買えば100円ちょっとで4本くらい入ってるのが買えたりとかですね、こういうプレートもまあ、ものによりますけど、300円とか、300円、400円、500円ぐらいでこう、買えたりするので、まあ、ベースのこのね、モニターアームさえうまく手に入れば、結構気軽に拡張できるんじゃないかなという感じです。まあ、こんな感じで、ちょっとスタジオの、準備というか、まあ、ここスタジオじゃなくて、ただの作業場のつもりだったんですけど、まあ、撮影ができるようにね、どんどん改造していってますので、引き続きですね、まあ、ガジェットレビューというか部屋作りみたいな方向に変わっちゃってますけど、この辺の話も続けていけたらと思います。それでは今回はこの辺で、さよなら。